はじめ建設プレゼンツ、おうちの話。第1話、おうちが好き。私の名前は籠宮ゆりか、22歳。この春、住宅メーカーに就職した社会人1年生。とある郊外の営業所に配属された。まだスーツは着慣れないけど、気合は十分。だって、私が小さい頃から大好きな、おうちに関わる仕事ができるから。通勤電車。あ、隣のビジネスマンが車内の広告をじっと見てる。建て売り一戸建ての広告。ああ、この男性の心の声が聞こえるようだ。ああ、一戸建てか。いいな。リモートワーク用の俺の部屋、できるな。俺の書斎。あ、書斎。いい響きだ。家族三人。庭でバーベキューできるぞ。いいなぁ。一戸建てか。ちょっと考えてみるか。書斎か。俺の部屋ができるのか。お家は大切。そうそう。私にとっては、家というより、お家と呼ぶのがしっくりくる。ひらがな三文字で、お家。私が最初にお家っていいなって思ったのが、琵琶湖のほとりにあるおじいちゃんのお家。幼い頃から夏休みの旅に訪れた。おじいちゃんは大工の棟梁で、誰よりお家を愛していた。おじいちゃんはよく言ってた。あのなあ、ゆりか。お前にはまだわからんかもしれへんけど、住むって言葉は、心が綺麗になる。清らかになる。住むって言葉から来ているって話や。水が澄む、空気が澄む、混ざり気がなくなり、綺麗になる。人はな、どこに住むかで、心が澄むかが決まるんや。家にはな、思い出が宿るんや。記憶が刻まれるんや。な、見てみ、柱の傷。ゆりかが幼稚園の時、ここまでしか身長なかったんや。この家はな、ゆりかをずっと見てきてんや。電車の窓からたくさんのお家が見える。私はこれからたくさんの人のお家の話を聞いていこう。ちょうどいい家ってなんだろう。家族で話せる距離がちょうどいい。無駄のない広さがちょうどいい。帰りの道のりが思い出作りにちょうどいい。そして今の自分に無理しない予算がちょうどいい。いろんなちょうどいいがたくさん集まるとすごくいいになるのかもしれない。性能、サイズ、価格、たくさんのちょうどいいを家族のちょうどいいに。それがはじめ建設の家です。この番組ははじめ建設がお送りしました。はじめ建設プレゼンツ、おうちの話。出演、高橋ひかる。来週もお楽しみに。東京 FM トラフィックレポート、交通情報センターの大内さんです。はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは秦野中井インターを先頭に9キロと、神奈川県の大和トンネル付近を先頭に15キロの渋滞です。御殿場インターから東京インターまでの所要時間は1時間40分です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルを先頭に11キロと、国立府中インターを先頭に9キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近を先頭に11キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。東京 FM トラフィックレポート、次は6時55分頃。さてこの後は長塚圭史さんのイエス明日への便り、6時半からは本刈谷由香さんのスパークルライフでお楽しみください。エアコンテレビ下取り祭り開催中。クロキリクロキリもクロキリですか。クロキリボール。6時です。